もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ、このくらいの痛みなんて何ともない、とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない、だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。もう行くぞ、逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ、バリア識別端末は 142,856 回の攻撃を記録している。次の数字は 142,857 回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。誰だってきっと良くなると言っている。否定、肯定、否定の否定は肯定だ。人はいつかは死ぬ、でも今じゃない。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。下げてアルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう若い人。私たちは今衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら、覚えられた？もう一度言うわね。まずはバーの方向ね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。事前調節の手順は3つで、まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。
準備はできた？ 3、2、1。 順序が違うわ、若い人。もう一度教えてあげるわね。バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。さらに右にして減衰器をオン。最後に下にして露波器に出力する。準備はできた？ 3、2、1。 完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいてまだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。